ヤグノブ人の子供ヤグノブ人は、タジキスタンの少数民族である。ヤグノビとも呼ばれる。タジキスタンソグド州のヤグノブ川上流の、ヤグノブ渓谷、クール、バルゾブ川に居住している。アム川を越えて広く中央アジアに居住していた、ソグドゴワ社の子孫と言われている。ヤグノブ人は、イラン語軍に属する、ヤグノブゴワ社である。ヤグノブ語は、 ソグド語の直系の言語と考えられていて、学術的には現代ソグド語とも呼ばれる。ヤグノブ人の人口はおおよそ2万5千人いると言われている。ヤグノブ人は伝統的に小麦、大麦、糖化を生産し、牛、ロバも育成していた。また、伝統的な手工芸品として男性は織物を、女性は陶器の食器を生産している。 タジキスタンのヤグノブ語を話す人たちタジキスタンの学校に通う年齢のヤグノブ語を話す。子供たちヤグノブ人はソグディアナが起源ではあるが8世紀にイスラム教徒の侵入で敗北して高知の渓谷に移住した。ヤグノブ人はイスラム教スンナ派ではあるもののゾロアスター教のようなイスラム界以前の宗教の要素が未だ保たれている。20世紀になってもヤグノブ人の 元々の居住地は道路や電気が整備されない地域であった。1930年代にはソビエト連邦の大粛清により多くのヤグノブ人が亡命したが最も衝撃的な出来事は1957年から1970年のヤグノブ渓谷の山岳地帯からタジキスタンのステップ機構の定地への強制移住とも言われている。1983年にヤグノブ渓谷に 帰還し始めた。この時、平原に残ったヤグノブ人は、子供が多軸ク語を学校で勉強するというように、多軸人との同化する傾向がある。今もヤグノブ渓谷への帰還者の大半は、今も電気や道路から隔絶された生活を送る。ありがとうございます。